1955年、五年、志田修オは、日本の労働運動家、社会主義活動家、日本共産党幹部を務めたが、除名された、兵庫県津郡北団長を生まれ、小学校を卒業後、1923年堺市で、千番校となり、労働運動に入る。1932年日本、労働組合全国協議会中央常任委員。百三十一年、 日本共産党に入党し、1933年に、検挙、投獄される。第二次世界大戦後、政治反射区法で出獄。党本部に入り、中央委員、政治局員、初期局員となり、1947年4月の第23回衆議院議員総選挙で、大阪国から第1回大阪府知事選挙に、共産党公認で立候補したが、いずれも落選した。 1950年に公職追放を受け、徳田九一らと地下に先行。この時期、内部分裂した党の主流を成した、所管派の代表的幹部であり、非合法活動の責任者、軍事委員長となって、極左冒険主義闘争を指導。1955年7月の日本共産党第6回全国協議会直後、8月11日日本青年館で開かれた、 六全教記念制作発表大演説会の席上、野坂33、今野四次郎と共に、5年ぶりに地上に姿を現した。やがて党の資金浪費を追求されて1956年に、失踪し、1957年に除名された。その後は変名の家内定期地として、大阪や埼玉を転々とした後、1963年以降は、 東京荒川区に居住しビル清掃会社に勤めていた。その一方で、マルクス・レーニン主義研究会、日本共産党全国指導部を本拠として、日本共産党指導部に反対し続けた。1971年に、胃がんのため、京里兵庫県の病院にて変名であるかないとして、死去した。なおその死は、死が個人の意思によって否得され、 死後2年経った1973年になって、警察当局の調査により判明した。後、し田しげおい講習が出版された。市民、社会運動人物人名事典。ありがとうございます。